いや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 、すみません、なんかわざわざ毎回なんか来てもらっちゃって。あれとか、例えば富士ゼロチャレンジとか、何かしら行けたらなと思って。はい。もうちょっとすると僕もあれ行くんですよ。大阪のいつものやつですよ。はい。大阪に行くんで、車で今回行こうかなと思って。あ、そうなんですか。うん。え、本当唐突で本当にあれなんですけど、それってお邪魔することってできますか？最初から最後まで。車で行っちゃうっていうのは可能なんですけど。マジっすか？1週間ぐらいだったら大丈夫です。行きますか？じゃあいいですか？いや別に僕は、はい、マジっすか？さすがにそれは僕も、いや、マジっすか？はい、行きます。マジっすか？行きますか？いいですか？いいですけど、でもあれ、それは僕一人だったらマイカーで車中泊しようと思ってたんですけど、はい、行きますか？どうやって行きますか、大阪まで。その、え、でもやめてもいいですよ。あの、そうは言ってみたものの、シャレで、はいはい、あ、結構大変だから、行くなら、あの、全然音もしていただいて構わないですけど、多分山に登るって、金剛山っていう大阪の山はもちろん登りますけど、はいはい、山に登るより運転してるっていう感じの旅になっちゃうんですよ。あ、だと思ってる。大丈夫。はい。マジっすか？めちゃくちゃいい穴場じゃないですか、なんか。で、ここで川を浴びる。ああ、じゃあおむすびいただいていいですか？どうぞどうぞ。鮭です。いただきます。じゃあ行きますか。はい。ここから降りてくるんですかね。どうなんだろう。まあここな気がするな。ですよね。はい、確かここ。鈴つけちゃいます。はいはい。鈴といえば自分はまだワナクラとかにも行ってないんで。はいはいはい。ワナクラなんかいいですよね。行きたいんですよね。煮沸するならここで組めばいいかなってちょっと思ったんです。ああ、まあね、煮沸した方が多分ここじゃないですか。はい、それですよね。 あれどう上がってくんだ、でも。これだよな、でも あれこう行くの。とりあえず先にここはじゃあ行きますね。初めからこれ行きづらいんだけどな。グローブ持ってきてます。はい、
今朝かどうかの雨のせいで、はい、ちょっとぬかるんでて、はい、滑りますね。いやこんな尾根があったとは。行きますか。はい。全然汗かいてないですね。あ、まだ飲み物飲んでないから。いやいやいや。ここが711メートルポイントです。何にもない。うん、ちょうど半分ぐらい。のところにある711メートルポイント。ここ上がる。そこにピンクテープがあるんですよね。あ、そこなんですかね。こんなこと。これじゃないですか。ああ。とんでもない急ですけど。始めだけじゃん。にしてもですね。でどうぞ。どっちで行きます？あ、僕は左で行こうと思ってますけど。自分も左で。で行きます。はい。すごい急ですよ。ここはそうですね。大丈夫ですか？滑るんだな。変わらないと思います。到着です。ああ、あります、あります。バス停の方に行くんです。茶屋の方に。まあ、どっちかというと奥多摩側に出ちゃう。はい、いや、これ溶けてないな。あ、そうですか。コースさん、自分から飲んでくださいよ。どうぞ、どうぞ、どうぞ。いいっす、いいっすよ。こんなのあるんですね。梅？そうなんですよ。梅サイダー。お疲れ様です。お疲れ様です。濃いけど、来る。ガツンとクエン酸が。美味しい。ああ、ありがとうございます。よいしょ。ないですか？そのインスタ360は、うん。そういうことは。録画ボタンを押すと自動的に電源が上がるタイプだったらいいんですけど、 GoPro とかもそうだけど。いただきます。また言ってください。はい、ふりかけなんかかかってるやつってある。胡椒タイプです。胡椒タイプ。いただきます。うわー、暗いままでは行ったことあるんですよ、うん、で戻っちゃったんで、うん、
はいはいはい。でこっちに来て、こう奈良抜き山この辺にあるんだよ。ロンチ山とかこの辺にあって。はいはい。うん、ここら辺あたりプンさんとかも行ってました、ね。行ってました行ってました。ちょっと道も荒れてて、はい、そこ行きたいなと思ってたんですよ。かもしれないです。三名版ありますね。何八、棒八の頭ですか。30分ぐらいで計算したんじゃないですか。そのまま行っちゃいます。はい。上だけ持ってもらえますか。 OK です、はい、犬に吠えられて噛まれそうになった。えキャンプって実は人生でほぼ一度もやったことないに等しいんですよ。え僕でもそれぐらいならお手伝いできますけど。お願いします。ライターはい。ありがたくいただきます、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。乾杯。乾杯。酒だ。お酒でとうとううちの車で車内で飲む罪悪感と屋外だとね罪悪感がね多少和らぐから、ね、それはふるさと納税のハンバーグなんですか。そうです。そうなんですか、はい、ちなみに自治体はどこなんですか。これは大阪泉佐野で。大阪泉佐野。牛 100% のなんかハンバーグですか。よりによっての大阪。そうなんです。グズグズです。いや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 、うまくいった方あのコスさん食べていいですか。どうぞどうぞ。多分つなぎとかがあんまりこう入れてない、うん、いい肉なんじゃないですか。だと思います。うん、いただきます。いただきます。うん、肉汁がすごい。うん、油重くないですか。大丈夫ですか。いや結構いい油じゃないですか。これただの胡椒じゃなくて、なんかスモークチリスパイスソルトなんで。あ、スパイスソルトだったらそれだけがいいな。ああ運動した後だったら。うん、あんだけ運動すればいいでしょう。これは鶏肉ですもんね。鶏肉です。こちらは どこのなんですか。これは、安芸高田市か都の城。都の城宮城の方に行ったっけ。都の城って宮崎とかじゃないですか。あ、宮崎でしたっけ。確か安芸高田市は広島のあの人ですからね。そう、島根市長の。ああ、どっちかだったと思います。その2つ。ああ、だって宮崎も地鶏有名ですからね。ああ、そうですね。うん、
もうそうですね、焼けてはいる。うん。男料理第2弾いただきます。薄かったら塩をかける感じで。うん、うまい。ありがとうございます。何でも全然、もうお酒なら。いただきます。うん、あ、そう、うわ、ありがとうございます。うまい。浮いた。早い早い早い。犬神家いました。来てた。ちっちゃい。合いますね。そろそろ撤収しますか。そうですね。大阪も一応ホスさんあれだって言って来てくれて全然 OK で、むしろ嬉しいんですけど、一応気が変わることもあるかもしれないから、はい、はい、あの 2、3日保留にして、またその時都合、もしかして予定も入るかもしれないし、またあえてあの確認取りますよ。でそれでホスさんが気が変わらなかったら、じゃあってことにしますか。わかりました。はい。